レッツプレイワンソングしのぶえ。しのぶえ奏者の井上真美です。一曲解説シリーズにようこそ。今回はシャボン玉です。短い曲ですね。では早速始めましょう。この曲は明治20年生まれ、長野県でお生まれになった中山新平さんの作曲です。中山さんは数多くの童謡、流行歌、新民謡などおよそ3000曲作られた作曲家。皆さんもよくご存知の曲、本当いっぱいですね。例えば、ゴンドラの歌、船頭小唄、背くらべてるてる坊主、あげればキリがありませんね。それではまず、演奏する前に曲のイメージをつかみましょう。シャボン玉飛んだで始まるこの曲。私の幼い頃もよく歌っていた思い出があります。実はこの曲、悲しい歌なのだそうです。作詞は野口雨情さん。儚く消えるシャボン玉に、幼くして亡くなった我が子の魂を重ね合わせたと言われています。さて、演奏するポイントとしては、しっとりと吹きたいと思います。ついつい元気よく吹きたくなりますよね。しっとり優しく吹くためには、息のスピードを緩めることが大切になりますよ。ゆっくりと息を出します。でも、小さい音というわけではありません。この曲は4分の2拍子ですね。1拍の中は表拍と裏拍で構成されています。便宜上、表拍を白丸、裏拍を黒丸で表しますね。表拍よりも裏拍を優しく吹くのがポイントです。表拍よりも裏拍は優しくですね。優しく吹くとは、具体的に言うと、息のスピードを遅く、息の量を少なくすると、小さく柔らかい音になりますよ。息のスピードは遅く。でも、息の量を多くすると、優しいけれど、太い感じの音になりますよ。今回は、優しいけれど、太い感じの音と、小さく、柔らかい音の組み合わせを使っていきたいと思います。楽譜に戻りましょう。柔らかな息の組み合わせで進みますよ。表拍より裏拍は優しくですね。そしてこのドは大切にそっと置くように吹きます。こんな感じです。この感じで3小節目も同じように進みましょう。表拍よりも裏拍が優しく、そして最後のドもやはり大切にそっと置くように吹きます。では1行続けて吹いてみますね。2行目です。
この行も、表拍よりも、裏拍は、優しく、いきましょう。そして、ここは、そっと大切に、吹きましょう。では、吹いてみますね。さて、これで、1番、終わりですね。2番は全体的に、1番よりも、息のスピードを少し上げて、ボリュームアップしたいと思います。このように1番2番と続くとき、同じように吹くのではなく、少し変化をつけると、より曲の表情が深まりますよ。最後の1行は伸びやかに吹きましょう。1拍目の裏拍から、山を作る裏山で入り、2小節目の1拍目は、表拍から山を作る表山で入ることで、この部分がより伸びやかに聞こえます。3小節目の1拍目、表拍をしっかりと吹き、ラスト4小節目は、張りを出すため、ラ、ソ、ファの3音、すべてしっかりと吹き込みましょう。優しい音色、伸びやかな音色、そして、張りのある音色と、全体にメリハリがつきますよ。では、吹いてみますね。では、音楽に合わせて吹いてみましょう。構成は、前奏4小節。1番、2番、繰り返し2小節です。一度吹いてみますね。楽譜を目で追ってくださいね。1番と2番の少し違う吹き方にも注意して聴いてください。では、一緒に吹いてみましょう。前奏4小節ですよ。
できましたか？お腹からゆったりと息が出せるようになるといいですね。息の形を想像しながら吹いてくださいね。優しい音の出し方についてもう少し詳しく知りたい方はワンポイントシノビエその22優しく吹くの中で詳しく説明していますので参考にしてください。さて次回のレッツプレイワンソングシノビエは雨降りお月さん、お楽しみに。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。